杉山敦子と酒井貞道の翻訳マッハ。やっぱ実際に合ってると合いますよね。そうですね。そうそう、はい、合わないんですよ、はい、画面越しだとどうしてもね。なんか聞こえるのがタイムラグがありますから、はい、翻訳マッハはですね、翻訳ミステリー専門の、月例書評番組でございます。担当いたしますのは私、杉山敦子と酒井貞道です、はい、よろしくお願いします、はい、なんとなく僕はちょっと、ね、急ぎ気味なのは僕はあの時間を間違えててですね50分押しで始めたから、はい、50分押しでございます。皆さん結構これはさっさと行かないとまずい。もうね、僕19時までに家に帰ってリモートの会議に出なくちゃいけないという使命があるもんですから、どんどん行きたいと思いますが、はい、まあまあそういうわけで10月になりましたけどね、9月末にこの店の年度が終わりましたので、はいたね、はい、実はもう新年度に入っているというね、うん、ことでございますけど、私はあれです、10月の頭はですね、東方プロジェクトのですね、同人誌を出しまして、これが大阪に、はい、大阪港あるじゃないですか、はい、あそこにインテックス大阪っていう商業施設があるんですけど、 あそこで、東方コーロームっていうのをやりましてね、そこに出展したんですよ、10月の6日に、うん、そして今日10月の14日でしょ、はいはい、で明日入稿でもう一冊同人誌を入れてですねこれが10月20日に、はいはい、東京ビッグサイトで行われる白麗神社秋季例大祭に出るんですよ、うん、だから2週間で2本同人誌出しましたんで自分でも1本でいいんじゃないかなってちょっと思いましたけど、そんな無茶なスケジュールで同人誌、東方の同人誌作ったことあったんでしたっけ。今までも、うん、余裕を見てるつもりでいながら、はい、ギリギリだったんですよ、うん、ただ今年は2週間空きだしか間がないんですそうそう、毎年ね 1ヶ月空いてたんですよ、うん、今年はね11月と10月じゃなくて10月10月だから、うん、ちょっとね来年はやめてくれないかな同じ日程にするの。いや一冊にすらいいんですよ、うん、でどっちかでいいって言うならいいんだけど、うん、やっぱなんかイベントがあるのに、はいはいはい、新刊持ってかないと嫌じゃないですか、うん、気持ち的に自分が嫌じゃないですか、うん、来る人は大阪と東京だから、うん、別々なんですよ、うん、だから別にいいんだけど、大阪で出しましたから東京では出しませんとか、東京で出すから大阪では出しませんって、なんか嫌でしょ。まあ確かにね、どっちかを軽視してるみたいに見えるじゃないですかだからやっちゃったんですけど、すごい大変だったです、うん、そして20日にね、はい、東方の同人誌出た翌日にですね、はい、公文社から日本の犯罪小説って僕の虚構文章が出るんですよ。なんだろうこの日程の密度がね、すごいことになりましたという近況でございます。まあ3分の2は自業自得で、そうですね、趣味なんですけど、同人誌やらなかったら全然平気なんですよこれ余裕なんだけど、まあしょうがないですね、はい、趣味だからね、まあ、僕ら趣味で生きてるんだから、まあ、しょうがない、まあ、しょうがない、しょうがないです、しょうがないですというわけで、はい、じゃあ、はい、じゃあ本業の方の話をしましょう、はい、ですね、私の1冊目はですね、ジェフリー・ディーバー、ウォッチメーカーの罠、池田真紀子さん役で運芸春秋ですね。ウォッチメーカーだよっていうね、うん、ウォッチメーカーってあれ何年かな、何年かちょっと忘れてたけど第7作だから結構前ですよ、ね、結構前です、ね、10年以上前、もっと前かに刊行された、時計を集めるのが趣味の、はい、謎の犯罪者、天才犯罪者ですね、でその時計のように緻密な犯罪を旨としてですね、もう粗暴なことも絶対しない、でも愉快犯であり知能犯でありね、うん、でしかも緻密にこうからくり時計のようにですね、こうぐるっと回って、実はこういうことがしたかったんだっていうのが最後の方に分かるというね。だから最後の方に分かると、前の方で書いてあることが実はフェイクであったことが分かったりしてですね、書評がすごいやりにくい作品だったんですよね、ウォッチメーカーっていうのはね。でそのウォッチメーカーとリンカーン・ライムがですね、最終対決をするということがもう中心になっている物語で、天才犯罪者 VS 天才探偵という、もう構造ですね。もうね、リンカーン・ライムよりもウォッチメーカーの存在感の方が強い、うん、そう、そうですよね、これ主役ウォッチメーカーですよね。そうそうそう、だってウォッチメーカーがもうかなりページ目かな、結構早めに出てきて、うん、もう、まあ、イギリスにずっと行ってたんだけど、ロンドンかな行ってたんだけど、アメリカに帰ってきたと、うん、ニューヨークに帰ってきたのはなぜかというと、リンカーン・ライムを殺すためであるって宣言するんですよね、うん、でもそこから完全にリンカーン・ライムをこの人が狙ってるっていうことが分かって、なんだけど何をしようとしてるのか全く分かんないんですよね。
で、あの例えばけあの協力者がいたり、その警察の中にも内通者がいたりするんだけど、そいつらに何をさせてるかっていうのは、あのピースがもう分解されすぎてて、もう時計でいうとゼンマイクラスぐらいまで分解されてるんで組み立てられてないから全く分かんないんですよ。で冒頭で起きる事件は、高層ビルの、ね、上にあの クレーン車というかでかいクレーンを、乗せて、それでもう資材を運ぶあのでかいクレーンですけど、あのクレーンがですね、なぜか落ちてくる、落下してくるというね、どうやって落下させたのかって分からないっていう、その最初に捜査が始まるんですけど、で犯人グループからですね、声明が入る、犯人グループと思われる人たちから。それは何かというと、そういう富裕層向けの超高層マンションなんか建てないで、もっとその住宅に困っている人向けの施設を作るようにしないと、どん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 同じことをするっていうわけですね。だからその予告であと24時間のうちにそれやるっていうふうに決断しないと、同じことが起きるぞって言って、ニューヨーク市は大慌てになって、クレーンの周りに近づくのをやめましょうって言ってるのと並行して、いくつもの殺人事件や事件が起きてですね、つながりが全く見えないんですよね。だから多分、3分の1ぐらい読んだだけでは、何が何だか分かんないぐらいいっぱい事件が起きてますね。そうですよね。でそこからだん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 これとこれはそうなのかなとか、この事件において誰が重要な役割を持っているのかなっていうのが分かってくるのが、中盤過ぎてぐらいですかね。だから中盤過ぎるとなんとなく概要が少し見えてくるんだけど、同時にですね、確からしさはどんどん失われていく感じになっているので、物語としては最後までテンションが続くというね。でやっぱりすごいなと思うのはジェフリー・ディーバーっていくつ？70超えてますよ、ね、70超えてます、75か、全然枯れないんですね、小説としては厚みというか、はい、なんていうかな、シンプルにはならない、厚みが増していって、かつごちゃごちゃしてないんですよね、今言ったんだけど、いろんな線があるんだけど、ごちゃごちゃしてないんですよ、読みやすくはあるんですよね、だから混乱はするんだけど、筋の混乱とかじゃなくて、本当に犯人の思惑が何だか分かんないという意味の混乱なので、そういった意味では読みにくさは全くないというですね、スリラーの基本形のようないい小説だなと思います。まあ、ウォッチメーカーを読んでなくてもいいです。いいですね、他で読んで大丈夫だと思う。大丈夫です。大丈夫。なんか昔いざこざがあってリンカーン・ダイムと敵対している職業犯罪者、しかもむちゃくちゃ頭のいいのがいるっていうので、それで OK。大丈夫ですね。あと登場人物がいっぱい出てくるんですけど、今回ウォッチメーカーの話なので、どっちかというとね、リンカーン・ライムのチームが実はあるんですけど、セリットでいろんなもう第一サッカーでできてるやつがあるんだけど、それの人たちはね、あんまり意識しなくていいです。それはちょっと言い過ぎじゃないかという気もしますけど、まあ知らなくても大丈夫、知らなくても大丈夫、こういうやつがこういうふうに頑張るんだなって分かりますよね。その新米というか見習い観察、観察みたいなやつがいたんだけど、そいつがちょっと成長してるなとか、そういうそのチーム の人間模様みたいなものの面白さが楽しみの一つの持ち味でもあるんで、そういうのは確かに最初にこれ読んじゃうと、これからは分かんないけど、まあそしたら前の作品読んだらいいんでね、それでも全然同じような味わいを得られると思いますんで、問題じゃないかなと思います。なので、ぜひウォッチメーカーの案ですね、まあ、やっぱり10月かな、9月10月にこれがジェフリー・ディーバーが文藝春秋から池田真紀子さんの役に出てですね、で毎回ジェフリー・ディーバーは達者だなって感心して、なんか1年が終わるみたいな、そうミステリー年度が終わりみたいな、ミステリー年度が終わるって、そうです、ジェフリー・ディーバーのこのシリーズが出ると、そうそう、我々はもうもうミステリー年度末ですねって言って、こう年の瀬の気分になってる。あとね、3ヶ月ぐらいあるんですけど、そうか、今年もディーバーがちゃんと出てよかったねっていう風物詩ですからね。そういった意味ではぜひ今からお読みじゃ、もう結構シリーズもいっぱい出ちゃってるんですけど、ここからお読み始めていただいて、面白かったらそれこそ本当に大作のボーンコレクターに戻るとかね、いろいろ読む楽しみもありますので、ぜひこの面白いシリーズをここから味わっていただきたいと思います。ウォッチメーカーの罠、ジェフリー・ディーバー、池田真紀子さん役で文藝春秋でございました。今回もウォッチメーカーというか、今回は風物詩がどうのこうのというよりも、ウォッチメーカーっていう感じなんですよね、おいみたいな、こう
なんでこの男を回りくどくて頭いいんだろうみたいな、ね、そうそうそう、うん、あとまあこれは言ってもいいと思うんですけど、ウォッチメーカーが恋愛をし始めるんですよ、うん、びっくりしました私は一体何を読んでいるんだとか思いました人だったんだマシーンみたいな、ね、ちょっとびっくりした。そう、誰も彼もさ、うん、利用する男なんだよね、うん、そうそうそう、子供を殺すのは彼女だから仕方ないとか言うんだよね。そうそうそう。でもえ、これひょっとしてこの女性にちょっと好意を、いや明らかな好意を、みたいな感じになるんですよ。そうですね。まあウォッチメーカーいいキャラクターになりました。そうそうそう、いいキャラクターになりました、はい、でどういう対決かも読んでご確認ください、はい、これ読んでいただきたいですね、はい、というわけでウォッチメーカーの罠でございました。1冊目です。じゃあどうぞお願いします。じゃあ最近はこれも風物詩に使うんじゃないかなということで、秋のね、新本格、本格謎解きミステリーが大好きな人はもう絶対大好きに違いない、はい、アンソニー・ホロヴィッツの新作でございます、はい、そうですね、ホーソン&ホロヴィッツシリーズの第5作です、うん、もう5まで来ましたね。で、これは山田蘭さんの役、うん、死はすぐそばに、でございます。2024年の作品なんですよ、うん、だからすごいこう大慌てで訳して秋の風物詩に間に合わせたっていうことだと思うんですけど、うん、まあ今回もとても完成度の高い企画なことになっております、はい、でその、まあ、とは言いながらちょっとその前作の第4作ちょっと地味だったかなというところはあったんですけど、うん、今回は派手という表現が合ってるかどうかと思ったところ、ちょっと明らかな特徴があるんですね、うん、何かっていうとよくあるじゃないですか、名探偵の過去の事件を、うん、ワトソン役の助手が自分はタッチしてない、はい、でも昔名探偵が関与して解き明かしたらしいっていう事件を、うん、書くという、そうですね、そういう設定の趣向の、うん、作品なんですね。マスグブレー言えなくマスグレーブ家の自転車言えなかった今な、あ今ホームズなんですね。ホームズだ、うん、まあホームズの昔からある形式を、うん、アンソニー・ホロヴィッツがホーソンシリーズでついにやりました、はい、ということです。でまあ、もちろんその知ってる方はというかもうすでに読んでる方はご存知の通り、ホーソンとホロヴィッツは名探偵と助手の間柄なんですけど、間柄人間関係がとても複雑な感じになってきておりまして、でそれでこれをやるかっていう、そういう楽しさがちょっとこう出てくる、興味が出てくるんで、じゃあ実際に何やらかすかっていうと、まあもちろんあんまり言えないんですけど、確かにこれこのパターンってあんまり私読んだことないのかなって思ってて、確かにね、うん、これ、設定では2019年のこれ2019年にホーソンが次の作品に書けよって言われたけれども、うん、ネタがないホーソン の今調べてる事件がないから、うん、ちょっと過去の事件も調べましょうっていう感じになっちゃって、うん、でホーソンはですね、まあ、5年前の事件を紹介してやると、うん、でも資料を読んで自分で書けと、うん、真相とかは教えないから、うん、って言って、まあ、時系列順だと思うんですけど資料を渡してそれを噛み砕いてホーソンが小説化していくっていう話なんです、はい、で、これでその所詮5年前なんです、うん、ということで資料を読んでいいだくだくと最初のうちはそうやってるんですけど、だんだんこうホーソンが何も教えてくれないからだんだんホロヴィッツ、うん、苛立っちゃってですね、うん、自分で会いに行くんですよね、うん、でそうするともちろんその資料で読んで、でそこで自分で勝手に解釈して書いた、うん、お話というかストーリーですね、うん、事実の流れと、うん、ちょっとやっぱり実際に面と向かってその人と会うと印象変わったりなんだりするんですよ、うん、そういう細かいところも微妙にすくい取りつつで、最後にこの、なんでホーソンがそんなに真相を教えるのが嫌だったのかみたいなところまで含めて、うん、ちょっと割と大掛かりなネタが打ち込まされる、はい、 そういう展開になっていくわけになります。でどういう方向の大掛かりなネタかはもちろん言いません、うん、言いませんが、まあそういう認識でちゃんとこう構えて読んでいただいてもすごく、はい、歯ごたえのある謎解きだと思います、はい、で、肝心の事件の話をしてなかったんですけど、はい、これ事件の方はその2019年の5年前だから2014年ってことになるんですかね、ロンドン近郊の超高級住宅街、うん、実在するリッチモンドっていうところがあるんですけど、はい、でそこのテムズ川沿いに
あの昔は暴走な大邸宅だったっていうエリアを、うん、あの分譲なんでしょうね、あの何個か分けて、でそれでそこを一区画を高級住宅地として売り出しているっていう区画があります。でそこに、何家族が暮らしてるんですよ、うん、でこのメンバーがですね、でその中でそのご近所トラブルがいろいろありつつ、そこの中の鼻つまみ者だった一番の新参者の、うん、あのファンドのマネージャーだったかな、うん、あの そういうもう食料いただけるちょっとやらしいなっていう感じになる人が殺されちゃうっていう話が起きます、うんはいはい、で、ただまあそれはもう、しばらく経ってからそうなるっていう話で、最初は何が描かれてるかっていうと、このご近所の中 の、うん、あのいざこざでございます、はいはい、これが描かれる。で、住んでるのはあのチェスのグランドマスターのその妻とか、うん、あの医者と宝飾デザイナーのカップル、ご夫婦、うん、で、そこはお子さんもいるとかですね、あとはその元法廷弁護士でもう奥さんは亡くしたっていう、うん、まあ、黒人のちょっとお年を召した方が住んでるっていうのと、うん、それから次がちょっと面白いのかな、ミステリー専門書店をやってるおばあさん2人、うんうん、あのまあ、お友達関係で、そういう2人が住んでて、であともう一つが歯科医とその奥さんですね、うん、でその歯科医の奥さんの方は、病気でちょっと伏せってる、うんはい、動けないわけじゃないんですけれど基本的には伏せってるっていう設定の人です。でこういう4家族のところにそのファンドマネージャーの一家がやってくるの、うん、で自転車、あの自動車ここに止めるやろよって言ってるのに止めてるとか、うん、あの他の家族が飼ってる犬が そっちの方の庭に行っちゃうんですね、うん、邪険に追い返してくるとか、うん、あのまあいろいろトラブルがある、うん、でこのトラブルはいかんということで、ちょっとここの住民全員集めてちょっと会議しましょうよ、うん、だからその今夜っていうことでそのファンドの人もあの呼ぶんですよ、うん、で、みんなでお酒を飲みながら待ち構えてるんですけど、うん、あのちょっと急に行けなくなったんで連絡が入ってこないというところで、うん、割と50ページぐらいあるのかな、うん、の第1章が終わります、うん、でそれの後に殺人事件が起きて、はい、さてっていう そういう流れになります、うん、ということで、まあ、そういう事件をあの5年前に放送は調査した、うん、でその中で放送はどういうことを やったのか、うん、あるいは巻き込まれたのかっていうところがもうまた一つの焦点になっているということで、まあ、すごくこう、物語としてもちょっと読み応えがあるのかなといったようなところでございます。で、もちろん、謎解きということで、うん、ヒント、伏線の配置ですね。これなんかもう相変わらずむちゃくちゃうまい、うん、そうですね、あの真相解明時点であそこがあそこでああだったでしょって言われると、うん、パッと思い出せるんですよ、うん、おお、そうだった、あったあった、うん、でもね、あの読んでる最中だとそれ伏線だってなかなか分からないです、ね、ものすごくそのうまさを維持しつつ、ちょっとその名探偵の過去の事件を助手が扱いますっていう、うん、あの筋立てに、ちょっと新しい一石を投じてるのかなと思います。はいはいはい、ということで、あの放送シリーズあの、第4作が地味だと思っている人には、ぜひぜひ読んでいただきたい、うん、あの新たな傑作だと言ってしまっていいと思います。はいはい、あの死はすぐそばにでございます。はいはいはい、あの今年から日本推理作家協会の協会賞にあの翻訳賞、翻訳部門が正式発足するんですね、はいはいはい、今まで2年間は、うん、あのあれで予備旅行だったわけですけど、はい、まあ、本番があるんですけど、ホロヴィッツもかなり前に話題になっちゃった人だから、うん、あちょっとピーク人気のピークは過ぎちゃったかなと思ってたんですけど、これ狙いになっちゃうんですね。これからやれるよって多分シリーズの新展開下手すると始まるんじゃないかなみたいな話ですし、うん、そうそう、うまいですね、やっぱホロヴィッツは、うんうん、物語運びというか、なんでやっぱり長尺のものを作るのはシリーズものがうまいんですね。素晴らしい面白さなので、うん、まあできれば最初から読んだ方が面白いんですけど、うん、あの楽しめるんですけど、ここから読んでも全然問題ないですから、これもやっぱシリーズものここから読んでもいいシリーズ、うん、いいものの一つですよ、ね、そうそうそう、面白いです。あの前作は確かに
地味というか第3作あたりからなんとなく、うん、あこの程度かなと思ってたんだけど、あ、はいはいはい、この程度かなを超えましたよね、うんうん、超えましたね、うん、そこ何かの基地は超えた感じがします、うん、なんか手癖が見えてきたかなと思ってたけど、うん、あとんでもないまだまだいろいろあったっていう、ね、そんなことはなかった、はい、そんなことなかった、見くびって失礼してきたという感じだったんで、はい、あの素晴らしく面白いですね、はい、今月の代表作の一つだと思います、うん、はい、はい、素晴らしい、はい、じゃあ以上は、以上その1でございます、はい、その1でございました、はい。